中央交通ではお客様に安心してご利用いただくために貸切バスにおける新型コロナウイルス対応ガイドラインに基づき様々な環境整備を行っております。乗務員は全員ワクチン接種を受けております。乗務前はアルコール検査に加えて検温を行い、健康状態に異常がないか確認しております。乗務員はマスクを着用し、感染防止のため使い捨て手袋と保護眼鏡を着用することもございます。運転席にはアクリルボードを設置しております。アルコール消毒液は有効な濃度の手指消毒剤を使用し、適切に品質管理を行っております。車内の空気は約5分で入れ替わるよう設計されております。車内は光触媒、抗ウイルス抗菌コーティングに加えて定期的な清掃、消毒作業を実施しております。車内には飛沫防止シートとアルコールシート、エチケット袋をご用意しております。ご希望のお客様は乗務員にお知らせください。またお使いになりましたアルコールシートはエチケット袋にお入れください。ご協力をお願いいたします。皆様に安心してお過ごしいただくためにお客様へお願いがございます。事前に検温の上、体調が優れない時は乗車を控えください。ご乗車の際は手指消毒をお願いいたします。バス乗降の際は周りのお客様と適度な間隔を空けてお進みください。お客様同士のご不安解消のため、ワクチン接種後もお客様ご自身のマスクの着用、手洗いや咳エチケットなど感染予防対策へのご協力をお願いいたします。マスクをご着用の際には鼻と口をしっかりと覆い、飲食時以外は常に正しくご着用願います。鼻と口を覆っていないなど着用が不十分なお客様には、お休み中であってもこちらからお声掛けさせていただくこともございます。ご協力をお願いいたします。なお、健康上などの理由を除き、マスクを着用されないお客様、並びに発熱など体調が優れないお客様については、ご乗車をお断りする場合がございます。どうぞご了承ください。マスクの着用が難しい理由があるお客様は、乗務員へお申し出ください。感染防止に向けたご協力をお願いいたします。空席がある際は可能な限り周りのお客様と間隔を空けてご利用ください。車内での飲酒はご遠慮いただき、飲食はお控えください。やむを得ず飲食される場合は黙食のご協力をお願いいたします。また長時間マスクを外した状態での飲食、お連れ様との大きな声での会話等もお控えいただけますようご協力ください。お飲み物やお食事を召し上がった後は速やかにマスクの着用をお願いいたします。カラオケの利用およびサロン席での飲食、歓談はご遠慮ください。車内で BGM 等をお楽しみいただく際は、大声での会話をお控えいただくために音量を調整させていただく場合がございます。どうぞご了承ください。お気分が優れない際にはエチケット袋をご用意しておりますので、乗務員にお知らせください。ゴミはお持ち帰りのご協力をお願いいたします。感染拡大防止へのご協力ありがとうございます。旅先でも感染予防対策にご留意いただきますようお願いいたします。車内の安全についてご案内いたします。手荷物の収納は座席上の棚をご利用ください。なお、瓶類や開封済みのペットボトルや水筒は蓋を閉めていても水漏れする恐れがあります。飲み物など水の出やすいものは上の物入れには入れず、お手元にお持ちいただきますようお願いいたします。大きな手荷物は感染防止に配慮の上、トランクで大切にお預かりいたします。ご希望のお客様は乗務員にお知らせください。シートベルトの着用は一般道・高速道路を問わず法律により義務化されております。ご着席の間は常にシートベルトの着用をお願いいたします。
シートベルトは緩み、ねじれのないようしっかりとお締めください。状況により衝突被害軽減ブレーキによる急制動や事故防止のためやむを得ず急ブレーキをかけることもございます。ご協力をお願いいたします。窓から手や顔を出さないでください。車内は電子タバコを含めて全席禁煙です。どうぞご了承ください。それでは車内でのひととき、どうぞごゆっくりおくつろぎください。